クーペの小山です。今日はですね、今熊本空港に来てるんですけど、毎月僕ですね、名古屋に今行ってて、名古屋行く時にお世話になる航空会社さんが FDA って言って、まあ、富士ドリームエアラインズかな、航空会社にお世話になってるんですけど、すごい値段が安くて、で行きやすくて、サービスもすごくいいので、今日はそちらのね、航空会社さんを使ってちょっと名古屋に行きたいと思います。だいたい1時間ぐらいかなと思うんで、では行ってきます。名古屋に着きました。なんか名古屋はマスコットキャラクターナゴピョンっていうのがいるらしいです。ナゴピョンかわいいはい、ということでね、小牧空港に着きました。今回ですね、僕がなんで小牧空港、名古屋にですね来たかっていうと、まず一つですね、豊川の方にもクーペがありまして、その仲間、スタッフですねを紹介していきたいと思います。もう一つが、僕焼肉がめちゃくちゃ好きなんですけど、一宮のお店の、マネージャーっていう天草とかに、前行った方も一緒に行ったりとかアテンドしたと思うんですけど、なんか行き過ぎたね焼肉っていうのがあるらしいんですよ。でその焼肉がすごい僕気になってるんで、ここに、マネージャーに連れて行ってもらおうかなと思って、それで行くっていうのが目的です。こんにちは、クーペの小山です。こんにちは、クーペ豊川の足立です。こんにちは、クーペ一宮の浦島です。はい、ということでね、愛知県の豊川の、クーペのお店の代表をしてもらってる足立、あだ名はですね、王子と言われておりますね。ここら辺にね、ホームページの、ね、写真がね多分載ってると思うんで、王子風なね写真があるんで、もう本当に身長も王子って感じでございますんで俺より全然ね身長高いから、ね、立ったらね王子感がされてるけど、はい、そんな感じでございます。でこちらの今顔をこわばってる方がいらっしゃるんですけど、一応ですね4月ぐらいに岐阜の動画出した時に一応出てもらってる、で出てるシーンがねこれしか出てないんで、ちょっとねそれも多分その写真がここに出てくるかもしれないんで、はい、一宮にある、クーペンにいますので、はい、ということで皆さんよろしくお願いします。お願いします、はい、今ここにいるのはどこだと思いますか皆さん。シーンってなってる。俺一人でシーンってなんかシーンって俺熊本からやってきたんだけど、なんかすごいもう愛知県にハマられてる感じするんで大丈夫ですか。はい、ここはね今クーペの事務所でございますんで、今日はねちょっと鍋を交えながら、もうね12月を迎えて終わろうとしてますんで、今年の反省を交えながら、ゆるくまったりと鍋を食べていきたいと思いますんで。今日浦島さんが作ってくれたんですね。そうです、タロウか。タンマリ作ってきました。タンマリ韓国の、何ですかそれ。そう、韓国の水炊き鍋。おー、なんでそんな詳しいんですか韓国の水炊き鍋って。先週韓国に遊びに行ってきて、はいはい、食べたらめちゃめちゃ美味しくて、おー家でもできるんじゃないかと思い、あ、なるほど、やってみた。ちなみに何曜から何曜まで行ってたんですか。火曜日から木曜日まで3日間。自由ですね。まあ、クーペはね、自由な店っていうところが、一つね、フレックス制っていう働き方がいいんで、ね、普段美容室ってね、月曜日が休みのイメージあるんですけど、こう自分でちゃんとスケジュールを組んで、休みを取ってもらうことができるんで、こうしてね、旅行にも行けるってことがいいことかなと思うんで。いや、でも俺食べたい、めっちゃ。うん、絶対。はい、絶対。いや、もうね、今、匂いめっちゃいい匂いするんですよ。おー、めっちゃうまそう。すげえすげえすげえ。あー美味しそう。ちょっと辛めのコチュジャンのタレつけて食べる。これとこれが合うんですか。合いますよ。はい、じゃあいただきたいと思います。いただきます。では皆さん全集中手を合わせてください。ではいただきます。いただきます。やっぱ最初食べといえばスープが。意外にさっぱり、うん、ああそう、もうちょっとこってりしてるかな、鶏の出汁だったから、意外にさっぱり。ではここに入れてください。いや、うまいね、俺。美味しいでしょ。うん、そう、めっちゃほろほろ。なんかもうすごい、俺学びたいわ。でもこの間料理企画の時全然アドバイスならなかった。
待って、あれさ、1分くらいしか材料しか、材料しか俺聞いてないの。料理作れるんですか、逆に。やばいよね。え、こんなパワフルなんですね。いや、今日本当は俺が鍋作ろうとしたんよ。絶対だ。そしたらさ、いや、なんか作ろうとしたらさ、みんなさ、絶対嫌だって言ってきたけんさ、なんか、みたいな。え、でも、あれ見たんだって、ちょっとやばい。でしょ。あれが一人暮らし男性のリアルですよ。いや、できなさすぎるわ、これ。ごま油ないよね、マジで。あれはやばかった、面白かった。でもなんかこういうの見るとね、できそうな気がするんですよ。でも、でも多分これは、いける。多分作り方教えてもらえば多分誰でもできる。いや、君たち舐めすぎだよ。普通入れるだけ。いけると思うよ。入れるだけ。入れるだけ。でもさ、そもそもさ、なんで美容師になろうと思ったの？違うよね。まあ、やっててよかったっすね、今思うとね。まあ、でも、ね、今結構美容師ね、なめて少ないしね、なめたいっていう人も。でもすごいよね、そういうメンバーも結構すぐね、アシスタントとかにも入ってるでしょ。そうそうそう。どうやって、ね、その入ったっていうか、SNS で連絡来たとか。いや、紹介っすね。やめてフリーだったから、自分のやり方っていうか、働き方が普通のサロンで通用しないから、で話を聞いたら、自由に働けるし、自分のうまいようにできるかなって。ああ、なるほど。そういうね、なんかちょっとこうやる気あることになると応援したくなりますね。だって最初、俺もほら、ね、王子との出会いってさ、Facebook からメール来たのが初めて。ああ、最初、ね。なんか Facebook で、名古屋に行きますって書いたら、連絡してもらって、行って、ね、初めてあの時計台の下で会って、ね、名古屋駅の時計台の下。確かにそうだ。なんか俺、彼女と会うのかなみたいな感覚で。え、おしゃれの時計台の下に集合させられたけど、みたいな。でも会うのは男みたいなね。複雑。俺らあれやっけ、モバゲーで会ったっけ。モバゲーだったね。だったっけ、本当に。あれ一瞬ちょっとボケたつもりなんやけど。今本当にモバゲーなのと思った。いや、そんなわけねえですよ。俺らは美容学校が一緒やけんね。そう、まあ、こうやって美容学校一緒の方でね、たつきもそうだけど岩崎もね、まだこうやってみんなと一緒に仕事やってるとは思いもよらず。すごいね。天の恋とはだって16年目になるね。やばいね。すぐチャンネル登録って増えるんかなって思ったらさ、全然増えてんさ。俺って何が悪いんだろうって言った時の、岐阜のわけわからん白崎物語しか俺喋ってない動画だしさ。出てないよね。それはボツになってるよね。いや、出たけど、なんか一応出したけど、白崎物語と俺が足湯に使って終わるっていう動画やね。岐阜に来てなんで足湯使って終わってんだろうみたいな動画出すけどさ。だけどさ、岐阜だからこそ、なんか取る時間が確保できる。多分普通に勤めてたら俺多分8時とか9時に仕事終わってその後に企画とか取りに行けるじゃん。でも今ほらみんなで休み合わせて取りに行こうとかできるから、だけど空いた時間でそういうほら自分のやりたいことに使えるっていうのは今まあ働いてるメリットよね。ですね。美味しかったですね。美味しかったです。はい、もう美味しくいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあということで今年ももう終わりということで、今年の反省は何かありますか？リアルに。まあね、そういう時期もありますよ、ね、やっぱ人間誰しもね、1000人いて1000人仲良くなることはないやん。本当に700人がダメだとしても300人自分のいいことをいいと思ってくれる人がいたら、およそ300人とどう仲良くなるかっていう方はね、多分精神的にね絶対楽やしね。俺はそういう風に考えてるから、いつでもポジティブでございます。
イライラした時はですね、甘いもの食べましょう。わかりました、はい、ちょうど今用意してるんで、ね、アーモンド食べて甘いもの食べればイライラも少しなくなると思うんでこれ大事、俺のアドバイスです。え、小山さんはどうですか？あ、僕ですか？反省点、反省点、今年の反省点、まあ、真面目に言うとちょっとあんまり料理とかがうまくできなかったかなっていうことかな。今年は最近最近すぎる。仕事は大丈夫と思います。仕事はしっかりできてるんで、はい、とやりたいこともやってるし、反省というか、まあ、来年に向けてもっと頑張っていこうかなっていうのは、まあ、僕あれですね、うん、って感じでございます。なんかありますか？最後大丈夫ですか？ということで、これからもいろんな企画をやっていこうと思いますんで、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。たまにね、こんな緩い企画やっていこうと思いますんで、皆さんぜひ、応援してくださると嬉しいかなと思います。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは明日も美髪に、バイバーイ。行き過ぎたね、焼肉。